全国のの皆さん、こんばんこばは、元ヤクザの G です本日のお話は兄貴シリーズ第32話「南林組完結」ついに現れた元東組から放流会に移籍した強靭な客について語らせていただきますまずはじめに 前回までのあらすじ。あれこれがこれこれで、松山は使いもんになる。そこでや、松山をうちとこで拾うことにした。ちょっとまっとくな晴れ本部の銭を言わした松山をうちとこで拾ったら、それこそ南林と揉めますせ、それをしたら三島組と同じですやんか。じいよ、南林の本部の金庫から銭を言わした奴は、松山ではなく、確か上田やったの。兄貴よ、それはえぐすぎるわ、すべての責任を上田一人に押し付け、松山だけを拾うやと、 この話を他の者が聞いたら、兄貴のことを腐れ下道と言います松山は濡れ衣を着せられただけの話やないけ、もちろんわしが南林の鹿取り組の鹿取りとをて話をつけてくる。我は何の心配もせんでええんじゃ。最後に要件だけ言うど、境東のインカジノ県から、わしは手を引く。あとは我が引き継げ、それとも岸和田の大商会の者にも話は通したる。あともう一つ言うとくが、我くれぐれも、いらん蓋を開けたらあかんど。わかったな、ほならわしは帰るわ。 原さん、こんな流れで、わしが境東で、インカジの店をすることになったんですわ。じいさんよ、なんやえらい複雑な話やの、ああ悪いが、もう一杯だけ、あのうまい名水を飲ましてくれ。ここまでが、前回までのあらすじである。 おはようございます。今日もすがすがしい朝ですね。おはようございます。おはようございます。あらまああんなところに、ええ女がおるやないけ。おはようございます。おい、お姉さん早まっちゃいけねえよ。その柵を乗り越えて川に飛び込もうとしたらだめですよ。 一体何があったんや私の人生が破滅したわ、あんなカスみたいな男に金を貢いだ私は、所詮おバカさんよ。お姉さん、よければそこの、ラブ、いやいや、私が話を聞こうじゃないか。実は私は、沖縄市のツインというラウンジで働いているんですが、この店の常連客の男に金を貢ぎすぎた私は、消費者金融から多額な借金が、お願いです。 南波安組の川島という男を今すぐぶち殺してくださいよし分かったわしに任しとけちなみにぶち殺すことはちょっと厳しいが実はわしも川島を探してるんですよお姉さんよ同じ目的を持つ二人が偶然にもこんな場所で巡りを負うたそれでは今からあのピカピカしたとこでちぎりをかわそうではないかもしもしおはようさん 遠藤ちゃんか、実はな、あれがこんな話で、先日あんたに話をした、鹿取組の川島が、沖縄市のツインという店に出入りしとる、おそらく沖縄市周辺の飲み屋に、川島は現れるはずや。兄弟よ、よしわかった、まずは川島を捕まえて、ボコボコにしばきあげた後に、お前に連絡を入れるわ。おいおい、遠藤ちゃんよ、ボコボコはあかんがな、ほんの軽くでええわ、それとな、お前には言い忘れてたが、わしと川島は、一応周り兄弟や、 だがあいつには、お給を据えやなあかん。それともう一つ、ちょっとした、小斜なしのぎを回せるど。兄弟よ、大きに、ところで、その小斜なしのぎとはなんでっか。まあ、大した銭にはならんが、非にが入ってくるやつや、どうや、してみるか。兄弟よ、ほんまに助かるわ、ほんでどんなしのぎや。朝方に、マンションや集合住宅のポストに、風俗のチラシを入れるだけの、簡単なやつや。なんやと、それしのぎとちゃうがな、ただのアルバイトやないけ、兄弟よ。 もっとましなしのぎを回しておくんなはれ。とりあえず、近いうちに沖縄市に行ってくるわ、ほならごめんやす。もしもし、おはようございます。もうあとに3分で到着します。よしわかった、ほなら降りるわ、ああ、それと、昨日言うとった手土産はこうてきたか。もちろん、こうてきました。 検事よ、我は車で待機しとけ、わしは払うもんだけ払うて、すぐに戻ってくる。おはようございます、兄貴、これがわしの分と、ケンジの分と、誠の分、そしてこれは、島田の先輩の積み立て貯金の分です。じいを、確かに受け取った、それとな、来月から月会費がアップや、まだ正確な金額は分かってないが、また近いうちに通達が出るはずや。 兄貴、了解しました。おい、じいよ、我いつからそんな偉らなったんじゃ、あんまり調子に乗っ取ったら、出る杭いは打たれるど、それとな、ちょっと小耳に挟んだんやが、我境東の県で、ナンバヤスの若い衆を肩にはめたんか。松岡の先輩、ナンバヤスの剣とは、何のことでっか。おのれは、銭を持つようになったら、ペテンも効くようになったんか、さどかし兄貴分から、ええ教育を受けとんねんやろの、まあいずれにせよ、ナンバヤスの剣はでかい話になるど。 死人が出んかったらええがの。兄貴、わしこれから、人と会う約束がおまんねん。ほなら、帰らせてもらいます。松岡の先輩、お先に失礼します。 原さん、こいつは〇〇会の若い衆で、今は境東の店を任せてる、ケンジという男です。おい、ケンジよ、挨拶先回。はじめまして、わしはケンジという者です。今後ともよろしゅうにお願いします。ケンジ君よ、わしは山下組の原注文や、こちらこそよろしゅうにな、それはそうと、その紙袋に入ってるものはお土産かね。原さん、これは、猫屋のデッチ羊羹です。よかったら食べてください。 これはこれは、ありがとうよ。おい、久松の兄弟よ、今日の朝じからいきなり電話がかかってきての、なんや、南スの川島が、沖縄市のツインというラウンジに出入りしとるらしいわ。遠藤の兄弟よ、ツインか、それやったらヒロトの女がツインで働いとるはずや。おおおい、ヒロトよ、ちょっとこっちへ来い。久松の兄貴、なんでっか。確かお前の女、 沖縄市のツインで働いとったの。久松の兄貴、幸子は、冒頭の昔にツインは辞めてまっせ、何度あったんでっか。実はな、ちょっとした依頼で、何バヤスの川島という男を探しとんのや、本での、この川島がツインに出入りしている、というようなことを耳にしたんやが、それやったらしゃないの。兄貴よ、おそらく幸子の友達は、まだツインで働いてると思いますわ、なんやったら、幸子にそれとのを聞いてみまっけど。 ひろと、悪いの、ほなら頼んどくわ。遠藤の兄弟よ、やはり何かと経費がかかんの、ここはたとえ十万でも、じにもらわんとあかんな。兄弟よ、それもせやの、確かあいつはわしらの前で、儲かってしゃないわ、と言うとったな。おい、お前ら、何が儲かってしゃないんや、そんな美味しい忍びがあるんやったら、わしにも回さんかえ。かしら、おはようございます。 原さん、それは相当、山下組の事務所は、一軒家でっか。じいさんよ、当初は三階建てぐらいの自社ビルを建てる予定やったが、なぜかいつの間にか自社ビルではなく、一軒家になったんや、ところでじいさんよ、あんたの店はどこら辺にあるんや、確か境東の商店街のちょっと入ったとこに、東組のものがしている店があったな、その近所か。原さんよ、さすがに東組の店と、わしの店が目と鼻の先にあったら、それこそトラブルの原因になりまんがな、わしの店は、 もうちょっと奥のはずれですが、店の広さは、うちとこの店の方が広いですわ。ああそういえば、あんたの店に、元あず組の水上寺は、もう出入りしとるんか。この男かなりの爆打好きでな、ようさんとこの、若い衆がしている先ほどの店に、毎日ほど入り立つとるわ。元あず組の、水上寺でっか。おいけんじよ、そんな男店に出入りしとるか。じの先輩、今んところ、そんな男は店には出入りしてないと思いまっけど。 ちなみに原さんその水上寺という男はどんな男でっか水上寺かいやいや水上寺さんか一言で言うたら相当ヤバい男やもしもしじいかお前にちょっと聞きたいことがある今すぐ一人でわしの本宅に来い原さん申し訳ない給養ができた この話の続きは、今日の夜わしのマンションで聞かしておくんな晴れ。じいさんよ、その代わりと言っちゃなんだが、あのうまい名水を用意しといてくれよ。できれば、お土産としてペットボトル、二三本持って帰りたいな。原さんに三本もですか、わかりました。確かまだペットボトル五本ぐらい残ってたような気もします。よかったらすべて持って帰っておくんな晴れ。おいけんじよ、ほならそろそろおいたまするど ケンジよ、悪いがここからタクシーで帰ってくれ。わしはカシラに呼び出された。それとな、お前に渡してる合鍵で、わしのマンションの部屋に入り、ペットボトル5本に水道水を満タン入れて、台所あたりに置いといてくれ。必ず5本やど。じいの先輩、まさかその5本をお土産として、原さんに渡すんでっか。そのことは、我の想像に任す。ほならわしは、カシラの本宅に行ってくるわ。 なんでわしがわざわざお前を自宅に呼んだか心当たりがあるかかしらわし何度下手を打ちましたかお前己の胸に手を当ててよう考えてみんかい村川のおじきこの前借りた銭の件でっかその件もあるが今回はその件とはちゃう実はな南ばやすの鹿取組の組長の鹿取藩と村川の兄貴は盆仲やここまで言うたら何の件で呼ばれたかわかるはずやかしら何の件か 全くわかりまへんおいこらわれわしのことをなめとんのか2か月ほど前に喫茶店で鹿取り班とオータンとちゃうんかい上だと松山の件でや。何のためにこんなことをせなあかんのじゃわしは雑貨屋のおっさんとちゃうどああもしかして G の先輩と原さんは新ビジネスとしてこの軽き臭い水道水の水を高い値段で売る気とちゃうやろな。 それに水道水やったら経費は一切かからず、水道の蛇口をひねれば水は何歩でも出てくる。まあ水道代はかかるが、それにしても、さすが頭の切れる人の考えることは、ちょっとちゃうな、わしもみならわなあかんの。インカジが、こんなに儲かるとは、夢にも思てなかった。それはそうと、京都でこんだけ派手にしとったら、もうそろそろやばいんとちゃうんか。いやいや、デカチョウが、情報を流してくれるから心配はいらんか。だがこのしのぎは、 いつまでもできるもんではない。いずれ時が来たら京都から撤収する。とじいの兄貴が言うとったな。松山よ、もうちょっと辛抱せよ。時が来たら必ず関西に戻したる。それまでの間はおとなしゅうしとけ。後追だとは、できるだけ距離をとっとけ。〇〇さん、わかりました。それと一つだけ、言うとかなあかんことがあります。実は、ある人物の話では、じいさんが、かいのものを使い、川島さんを探し回ってるみたいです。 なんやと、爺のボケが、勝手な動きをとっとんのか、あのボケは何を考えとんじゃ。松山よ、そのある人物と渡れじゃ。川島さん、本人です。己も勝手に川島と連絡を取りようとんのか、わしは南馬安の者とは、一切連絡を取るなというたの、このアホンらが。村川のおじき、確かに上田と松山の件で、わしは鹿鳥さんと喫茶店で話をしました。 カシラ、兄貴から電話が入ってます。出てもよろしいでっか。ジいよ、電話に出たらええがな。わかりました。もしもし。追いこらわれ、今からわしの本宅に今回、己余計なことを仕上がってからに。兄貴、ちょっとまっとくなはれ、今わし、カシラの本宅にいてまんのや。なんやと、とりあえず、カシラと変われ。 よければチャンネル登録並びに、グッドボタンの方もよろしゅうにお願いします。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございます。